もこんにちは、ハヤトです。どうもこんにちは、クルトンです。今日はパワープロ今週は私からのリベンジマッチということでやりたいです。やりましょう。ありがとうございます。特訓してきたの？特訓してきた。 どれくらい特訓した？うさぎ跳び何周した？うさぎ跳びで高低20周してきた。20周？ああ絶対強いじゃん。もうめっちゃ強い。これは負けたかもしれない。生まれて初めてクルトンに負けるかもしれない。初めてじゃないよね。初めてじゃない。嘘は良くないよ。初めてじゃないけど。1回目か？ 2 回目？もうちょっと負けてんじゃない？もうちょっと負けてる。うん。多分ね。お、レジェンドジャイアンツ使える。俺じゃあレジェンドジャイアンツで勝負するね。俺じゃあなんか能力値全部高いやつにするわ。え、お前ドラゴンズならあれだよ。レジェンド中日だよ。レジェンド中日。この CD。これか。うん。打撃力高っ。そうレジェンドだから。でもなおかつ巨人に負けるんだ。いや巨人お前だって野球、プロ野球が100年あるとしたら、うん、50回は優勝してるわけだからね。ああ、こういうチームだから。まあヤンキースだから。なるほどね。どっちがいい？あー、ここだね。ここでいいんだよね。こういうことよね。いや、一番なしです。セリーグなので。おー、吉野部、篠塚、おお、長嶋、松井、阿部、強そう。吉村だけ知らないけど、坂本。だってセカンドは井端だろ。井端じゃねえや。先発桑田、これはまあ間違いない。そんなことできるんだ。だってオーダーを変えたいけど、野手を変えるにはどうしたらいい？わからん。レジェンドチームにね、2軍なんてないからね。あ、そりゃそうだ、そりゃそうだ。江川絶好調で来てほしかったな。あ、20。角とかいらないんじゃない？これ隅かな？角かな？隅じゃね？隅か。これは大体隅って読むよ。香取って抑えの人だろ？山口、ああ、鉄人ね。風神だ。杉浦健太郎、こいつがいらないだろ。江川の方が強いよ。詳しいね。自分ファンだからね、言うて。斎藤正樹。2年連続20勝男。すげえな、それ。巨人のエースよ。380勝。ほんすげえな、すげえな。桑田さんもね、170勝してる。2年連続20勝ってやばくね？これか。セカンドは二岡だろ。あー、この、あれね。ロートしか守れないタイプの二岡ね。はい。じゃあ、西だろ。西だよ。あ、2って入ってるからね。西ゾーンよ。川上哲治おるで。川上哲治おるで。打撃の神様だからね。原さんはいつも絶不調。いいね。弾丸ライナー、清水をレフトに置きましょう。ラミちゃん置きたいけど、ラミちゃん置くのはさすがに恥。で一番坂本だろ。これはなんたって隼人だからね。なるほどね。鉄穴確定。で、おお、長嶋強い。強すぎる。強い。クリーンナップが強い。これは2番清水、右左ちょっとギグザグになってないな。あんまり美しくないけど、まあいいでしょう。違うわ。左、西ってどっち？わかんない。しかも左。書いてないの？書いてあるでしょ。書いてある。まあいいや、これでいこう。完璧だ。君も好きにしたまえ。4番落合だ。おお。あ、すごい。落合しか知らないまである。中さんだけ知らないわ。おお、権藤さんがエースです。先発ですよ。権藤。おお、よく知ってんじゃん。これだけ知ってる。だから一人だけじゃなかったわ。山本まさ、あのラジコンのプロ。ラジコン。ティーウッズだけ知ってるけど調子悪そうだからほっといてあげよう。お前が知ってるティーウッズはタイガーウッズじゃないよ。あ、じゃないんだ。ゴルフの人じゃないよ。よし、これでいこう。もう満体。まあ、今、しゃあない。よし。大会して。OK。
それでは対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日登板する姿から権藤権藤雨権藤のフレーズがファンに定着、フネスぶりを遺憾なく発揮した。なるほどね。あ、球種全く見てないや。46キロのストレートよ。投げれないんかい。ジャップ。待って、これ何イニングやる。何球イニングじゃないの。オッケー。さあ、それでは対戦よろしくお願いします。すごい首振ってんじゃん、あいつ。え、あの嫌がってる。斜めの6はどうやって押すの。斜め押せばいいじゃん。あ、なんで球種見れるの。決まりません。投げました。ボール。まず球種見れるのまずくね。投げました。外角高め際どい球。ピッチャービビってる。ヘイヘイヘイ。投げました。危ない球。おお、惜しい。もうちょっとで当てれた。なんでこれ球種見れるの。まずいよ。見送ってストライク。球種見れるの非常にまずい。え、そんなのある。おつけた。落ち合い。オッケー。よく取った。清水孝之、弾丸ライダー、なんかカットされた。アイアンダインコースって書いてある。いい球だ。いい球だ。昔の人にしては結構いろんな豊富な球種があるんだね。おっと、おっと、チェンジアップってこんな遅いんだ。お下げ飛びしようかな。お下げ飛びはいいぞ。いいぞ。ミノさん、ナイス。ミノさん、すごい。大田の春だ。おお、そう、おっと。いいぞ、いいぞ、昔の人にしたらいい球持ってんじゃん。外角高めの直球ボール。もう二度と外さないと近い。ナイバッチ。さあ、ツーアウトから。あ、間違えた。ランナーが出ました。世界の王。とりあえず球種見れるのやめてくんね。よ、ナイスピッチ。ナイスピッチ。何、シンキングツーシーム。考えるツーシーム。あ、ちょっと投げてみるか。はい、ピッチャービビってる。ヘイヘイヘイ。よく嫉妬するね、君ね。ガチャガチャやるからでしょ、投げる。タイミングで。おお、すごい。サードの投げ方を知ってる。おお、松井、ゴジラ。あ、これはホームランを狙っていきましょう。さすがにね。これは。来たんじゃないか。さあ、先制のランナーがホームに帰ります。あー、ピッチャーがカバーに入ったのか。おお、目玉ギョロギョロ。あ、ここは一発を狙っていきません。さあ、三遊間抜けた。ちょっと今どっちで取るか微妙だったね。何点でコールドにするかだけ決めとこうぜ。10点やな。10。うん、遠いなー。ああ、何を投げるかが完全にバレている。まずは見送りました。第2球投げました。変化球を投げるかが完全にバレている。第3球を。ああ、それもなんなら出ている。確かに。変化球にキレがあります。投球これから4球目打ちました。とりあえずバットに当てれば何か起こるから。第5球投げました。はい、ナイスピッチ。はい、ナイスピッチ。投球はこれから6球目。はい、ピッチャービビってる。これナイスピッチ。ヘイ、ナイバッチ。オッケイ。またね、イバタリア。すごい成績つけたな。今3が並んでたんです。抜群の制球力でコーナーを突く右腕。並外れた打撃センスも持ち合わせており、代打でコールされることも。あんたってね、なんだっけ、桑田さんはね、清原和博に次ぐ甲子園のホームランランキング2位だからね。ピッチャーなのに。あ、ミスった。そう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 、イエル学園のエースにして。ナイピッチ。第3球を投げました。危ない。危ない。いいなあ。あいつ当てる気か。あとちょっとで当たるとこだったよ。投げた。打ちました。さあ、これは名手坂本。ゴールデンクラブ何回か取ってます。やりよる。やりよる。そして井端、侍ジャパンの監督でございます。はい、ここね、はっきり言ってね、低めのカーブで引っ掛けさせましょう。ボール。ボール。これもね、低めの変化球を連打していけばね、勝てますね。ボール。ボール。はっきり言って。
まずい。ああ、抜けた。まずい。二塁は行ける、二塁は行ける。よっしゃー。よし。あれ？どこまで逃げてる？三塁行けたじゃん。全然三塁行けたじゃん。はっきり言って。初球から狙い撃つって書いてあったよ。ってことは初球から打っていこう。初球丸だろ、こいつ。これはまずいよ。早いのかい。まずい。OK、抜けたー。まあ、ここまでだろ、ここまでだろ。こんなもんにしといてやる。さすがにホーム危ない。落合さんだよ。まずはね。変化球が出るのやめよう。ずるくね、自分の時だけ。自分の時だけするずるくね。帰ればいいじゃん。好きにしろよ。表示しない。これでいこう。これで。やばい。まずい。セカンド左抜けるか。三塁ランナー。ちょっと待って。よしよし。ああ。ただ一点は。バントだった今。バントだった。バントアウトっていうのやめてくんね。ワンアウトね。ネイティブな発音は。一緒だよ。ああ、これは未だに球種をバラしていくスタイル。あ、ドロップカーブから入ってきた。どうやって変えるの？プラス？それは教えられない。プラスだった。まだか。まだだね。まだ。高いのを表示しないと。これでいいんだろ？あ、わからん。あ、見えない。危ない球。見えないけど、自分が何投げれるかもわからない。出しとけばいいじゃん。出したらまずい。出すのはまずい。いつもみたいに。阪神。阪神は出したことないよ。出したことない。うん。え、何？生まれた時から同じズボン履いてんの？そりゃそうだ。変なやつ。おー、まずいね。大丈夫そう。変だ。さあ、エース桑田。だって巨人の18番を背負う男だからね。初球ファールから第2球。ボール。返球感がいいんですよ。これはナイス進塁だ。え、ちょ。右に打つ球でございますよ。ごめん。じゃあ、行っとけよかった。さあ、3割40本打ってますからね、この年。こんなの入るわけないよ。今の入ってたよ。あ、これ入らないね。こんなの入ってないよ。第3球を一塁ランナー出た。これはストライク。キャッチャーここは投げません。何を思ったの？次は4球目投げた。こんなの入るわけないよ。入らないね、君ね。第5球投げました。オッケー、ナイスピッチって何？どうやって表示させるの？わかんない。入ったもんでもなんかやつ。え、今の入ってたやん。入ってないよ。入ってない。マウンド上での態度が悪いな。入ってる。マウンド上での態度が悪い。はい。おっそ、それやめて。禁止しようぜ。禁止しない。さあ、これは？すいません。あ、行きませんっつってもルーが詰まってるから。さあ、3割50本。これは三冠王を取った年ですね。三冠王やばいね。ああ、オッケー。三冠王。世界のフラミンゴ。危ないね。はっきり言ってね。危ない球投げてくよ。あ、シンキングツーシーム。なんかわけのわかんない。その時代そんな名前の球ないだろ。オッケー。オッケー。ただこいつナイキだな。いいピッチャーだな、さては。いいピッチャー。目がやばいよ。和田和弘だからね。ハゲ。ハゲてんだ、しかも。うん。まずいよ。よ。こんなんファールよ。カットだほよ。あれ、まずい。あー、一塁までか。あー、二塁までいける、これは。一塁までか、二塁。和田、足が遅い。ここまでやろう。ここまでや。うん、これ以上危ない。何やってんの？ボール回し。やばい。打ち上げた。動くな動くな、バカ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 。え？動くな。まずいって、これ負けちゃうよ。これポテンヒットってやつだね。まずい。えい。これでワンアウト。ラ
ランナーは一塁三塁変わりません。荒木、荒木が8番にいる。第9投げた。それはまずい、それまずい。一塁までか。よし、一塁までまで許す。二塁までしか行けてないの、あいつ。足遅いなさては走ってなかったからね。あ、なるほどね。あるってさ、近藤氏クビにした方がいいんじゃない。おい、ナイスピッチだったじゃん。ナイスピッチ。第2球投げた。2球目ストライク。あの、隅をつく展開を投げました。早いなよそれは。厳しいところ。第4球を投げました。あー、ヘイ、三振。まあ、しゃあないね。9番だからね。9番はしゃあないわ。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。いいぞ。見つけてるよ。これ早い。見送ってボール。行きってやがる。でも早いな。よーし。次は4球目投げました。よし、プロ入った。何それ。追い込んで投げました。オッケー。ごめん、ちゃんとやるから、もうちゃんとやるから。では4つまでいかねえ。弱気すぎるだろ、来ると。いけたね。あ、A でバントね。ちょっとごめんって。オッケー、ナイス。4つレーザービーバンバン。いけてたね。4ついけてたね。土点？土点。打率 3.5、 やば。 MVP 取ったしたね。これまずい。 OK、 ナイスジャンピングキャッチ。4つ。まあまあまあいいでしょう。桑田魂の投球が続きます。さあ4番で、お長島ですよ。あれ、俺今球種変えた気がするんだけど。寄ってる、寄ってる。ナイスマッチ。あー、抜けんなバカ。これはランニングホームランですね。なわけなかろ。ギリ届かなかったわ。ギリギリ 0.5、 0.5。 いや、半分だから 0.5 じゃん。確かに。あ、あー、オッケー。全然。オッケー。そい。バッター追い込まれました。第3球を投げた。おー、足元へピッチ。足元へぐってくよ。投げました。タイプチ抜けた。抜けんな。4つまでいける。いけない。さあ、さよならしんちゃん。バントの構えね。それはね、入んない。入ってるよ。遅いんだって、それやめて。足元狙ってくさえるね。いいよ。投げない球多いな君な。投げました。どんな高いところを投げとんねん。バカだれ。打たれなきゃいいんだよ、打たれなきゃ。ネクストバッターサークルに控えている。オッケー、早っ。もうちょっと、もうちょっとさ。投げました。あ、なんだろうねえ。危ねえ。ナイス嫉妬。第3球を投げました。ナイス嫉妬。危ないよ。次が4球目、投げた。打ちました。勝ってるね、もう。守備が下手。今のダブルプレイだったじゃん。ゲッツーは取らせない。ゲッツー崩しよう。最初のバッターボックスはフォアボール。まずは一塁牽制。もう一度一塁牽制球です。第九ランナー走った。じゃあ外れた。なんでフリーパスなんだ。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。投げた。打ちました。いいです。スリーアウトになります。三回。オッケー。三回の裏。よしよしよし、負けてる。1点取られてしまっている。これはまずい。逃げれないって、まあ多くね、そいつ。ちょっと面。金で取られてたと思うんだけどな。これはまずい。死んじゃない。まずいよ。死んじゃないけど、いけた？いけないね。ナイスキャッチ。大島康則。これ、首位打者取った人ですね。初球もあれだからね。初球から振っていかない。おい、アドバンテージ消えたよ。あ、はい、ナイス。あ、一塁までだね。一塁までにしとこう。うん、そうだね。この辺にしといてやろう。うん、これ以上危ない。ひよってんで。シュート。これ、と。これ、出る。ナイス。まあ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 、はっきり言って、そう簡単に打てる球じゃない。打ててんだよな。打ててるだけ。やばい。それはポテンヒットになりそう。つい行けそう。なんで動かないのお前ら。押す、進めないから。よし。これはまずいね。
では、初球ストライクから第2球投げました。ああ、やってるやついる。これで追い込みました。第3球を投げました。ナイス。いけない。まずは同点。ゴンドー。ああ、4ついけた。まあ、シーソーゲームをやる予定じゃなかった。サイドビ効果やば。何周したの？23周。23周？23周もしちゃったよ。ほんまに。第9投げました。サビ俺はもう奥抜けたー。守備が下手。守備誰よく抜けたー。初の勝ち越しを許してしまった。あっぶねー。バタバタイバタ。オッケー。ちょっと待って。オッケー、ピッチャー返し。なんでピッチャー返しがいいか分かる？ピッチャー潰せるから。ドーハか。待って、そんな意図もたやすく打たないで。俺の魔球を。もう出るようになってきた。なんで。なんで特訓してきたのにしばらくしてから上手くなって始めるんだよ。打ち上げた。俺はいけるよ。スタンド入っちまえよ。ってこの5点をでかいよ。5点？5点くす。打ち上げちゃった。遅い。それやめて。やめない。有効だと気づいた。投げました。オッケー。その大きいかけやめよ。もう。どうもない。投げました。オッケー。何が？何もオッケーじゃない。投げました。オッケー。空振り三振。いいぞ。止まった。投げました。危なかったね。顔面スレスレだよ。ピッチャービビってる。ヘイヘイヘイ。オッケー。なんなん？投球はこれから3球目。いや、死んでもう。失投はいいけど、デッドボールはやめてくんね。いや。ああ。これは少しずつ、繰り返していこう。さあ、おぉ。アタックポイント。AP ね。まあ、ワンアウト、1、3塁。いやーね。アタックポイントでしょ。目がくるくるなってた。おそ、これやめてって言ったじゃん。やめないって言ったじゃん。第3球を投げた。オッケー。そう、今度早い球。じゃあどっちかにしろよ。緩急で。基礎だろ。その通りすぎる。オッケー。よし、オッケー。中、中。助かる。助かる。何、アタックポイント？これが。アタックポイント？何やってんの今の。なんで逆方向に走らせた？お前のスティックがそっち向いてたからだよ。あ、そういうこと？はい。オッケー。はい、オッケー。どっか行け。あぶねー。今の1点いらなかったじゃん。1点ずつ返していこう。まずいよ。食らってる。どうしろっつうんだよ。これは打てる。大体打てるよ。オープンオープンねえ。鋭く切れていきました。ファールです。第4球を投げました。打った。よーし。待って、毎回ノーアウト1、2で作られてんだよね。流れ変えていこう。これ、気を閉まってる。え？あー、ピッチャー交代というスタイルね。そうそうそう。俺も堀内でいこう、じゃあ。待って、岡島でもいいな。岡島でいこう。能力低くね、岡島。メジャーリーガーだから。ボストンで投げてた男だから。それは強いわ。何見なくても分かんの？俺巨人ファンなんだって。よしよしよし。ああ、なるほどね。よし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 。第2球投げました。フルトンスタイルよ。ああ、俺みたいな。第3球は。オッケー。いい当たりだったじゃん。オッケー。ゴンドーじゃまずい。これでゴンドーじゃまずい。ゴンドーゴンドー雨ゴンドー。ああ、もう打力がない。よーし、しずけた。なんでちょ、セカンド西にしたの誰？ひろづけが守ってたじゃん。あ、なんだこいつ、強振の
アプリで何もないじゃん。ちょっと待って、うまくね。普通にうまくね。なんできっちり捉えてんの。待って、点差広げられてる場合じゃないんで。チャンスへ、あ、チャンスへあるなら強振でいこう。確かに。おーっと、な、禁止だろ。これは禁止だわ。撃てちゃうよ俺。おお、面白くない。何やってんの。あ、なんか知らないけどアウト取れそう。え、なんで戻らしたの俺。な、押してないよ。何今の。押してなかったら戻んないでしょ。確かに。おい、137キロ。ホームランにしよう。どうすか、めんどくさい。あー、遅いな。えい、よしと今の2点取れたじゃん。5点差。やっちまったなこれ。打てるよって言われるの腹立つからな。あー、まあいいでしょう。やつ感持ってるから。投げました。おっ、それやめろっつってんの。どうぞお前。投げました。オッケー。あー、外野か。まあいいでしょ。一塁いけたじゃん。足遅いじゃん。今取れたじゃん。マジかよ。オッケー。外していく。足元狙っていく。狙ったの？狙ってない。やばい。魔球が来るよ。魔球チェンジアップの時間。え、投げれない。投げれるよ。投げてくれよ。魔球ストレートだった。投球これから5球目。オッケー。あ、お、外れてんじゃん。ナイスピッチ。ナイスピッチ。え、テンポ丸だからね。ヘイ。ちょ。岡島秀樹。秀樹岡島お疲れ。ちょっと待って。あ、ピッチャーか。代打を出そう。わあ。左バッターの方が有利なんで。川上哲治、打撃の神様、参ります。史上初の2000本安打。ボールが止まって見える。そうだよ。赤ちゃん。うまい。どっか行けよお前。お前どっか行けよ。アウトだろ。河原に行ってね、後輩 3,4 人連れてってね、練習しちゃうから。で、打撃の、そう、打撃の神髄掴んでくれた。わかったぞ。すごいな。来た球を打てばいいんだ。当たり前体操じゃん。オーケー、オッケー、まあいいでしょう。よし、抜けた。あ、抜けちゃったー。とりあえず1点ずつは返していこう。やばいよ。知ってた。一応ね、確認しとかないとね。でも全然曲がんないじゃん。疲れちゃってんじゃん。オッケー。あ、ラッキー。これ死んだ。これ死んだ。実質ホームラン。さあ、2点差。これはまずいね。操作がおぼつかないね。ここを狙ってたのよ。一旦交換しよう。あ、そうだ、もう疲れてる。岩手いるじゃん。死神の鎌。あ、そうもいるじゃん。なんか落ち合いって人にしよう。落ち合いつながりで強いだろ。確かに。はあ。とりあえずストレートが強いのね。うん。これどうやって飛ばすの？ X。さあ、行くぜ。スイートフィンガーファースト。ファーストじゃない。ファーストか。早い。投げれない。遅い。スライダーは投げれる。はい、バッチー。これはポテンヒット。なんでだよ。どっか行けよ。行かねえよ。さあ、まずい。誰を外すか問題ですが、川上さんいてほしいな。王はもっといてほしい。川上使ったの間違えたな。鉄春がべきじゃなかった。よし、行こう。こっちパワーヒーターもあるんだ。おい、ピッチ。
風神雷神の風神だから。これは強いよ。投げました。やっちょい。やっちょい。まずいね、追い込まれちゃったよ。投げました。打った、引っ張った。ああ、これはファールですね。飛び込んだ。投げた。ボール級に手を出してしまう。ボール級？ボール級。ボール級って何？ボール。ボール球？ボール球、あ、ボール球ね。ボール級のことね。うん。投げるときサークル見えなかったっけ？投げた。空振り。サークル？追い込んでいます。さあ4球目。それはまあ。あのストライクゾーンで決まってるからさ。なるほどね。ホームベースの上、膝から肘までって。はい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 。理解。まずい。これ、取れよ、下手くそ。Okay. 足を振りなくて。よし。まずはワンヒット。こいつは？お。パワー。えい、あ、初球なくなった。もう、アビ。てか、お前、そういうお得なクーポンみたいなの好きだよな。好き。初球はあるから使うんだよ。なんでお前、チェンジアップ合わせ始めてんの？チェンジアップのあれか、キリが悪いのか。あ、ラッキー。アウト2つと、アウト1個分得した。得じゃない。耐えた。いくぞ。合格打法はある。あーやばい、広角ホームラン打たれる。あー終わったー。オッケー、とりあえず2点差で後半全員へ。これはまずいよ。さあ打順はトップに帰って、2番からトップに帰ってねえじゃん。それなんだこの目の形。よし、あと打ちよ。こうなったら打てない。投げれない、投げれない、投げれない。これは？これ何？ちょっと。これだった。ジャンプ！ああ、もう。まあ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 いいでしょう。いや、気まずい。おー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 。ヘイ！ワン！オッケー！じゃあ、一発決めたんで。これは？ファールにならなーい。さよなら、しんちゃん。やめなし。二塁にいればね、ゲッツーにならないから。確かに。それは賢い。別に投げれない球多くね。過去は。切れない球。多くねっていうか、投げれる球を指示してくれよ。オッケー。マジ？オッケー。ストレートだよ。なんか持ち味って書いてあったから。振りをくれた。まさひろ荒木。洗い場の今じゃない方ね。8番か。バイク。まずいよ。固め打ち、バント、悪球打ち。まずいよ。固め打ち、バント、悪球打ちね。第4球を。投げました。アウトコース低め、ボール。次が5球目。投げました。やむなし。かよかよ。打てそう。騙された。いやでも二塁はやめとこ。ピッチャー足遅いからね。足遅い。うん、もういい。もういい。やばい、見つかった。これはゲッツーコース。ゲッツーまではいかない。まだいかない。ゲームワン、ゲームワン。間違えた。キャンドだっけ。じゃあ打って。あーゲームワン。やっちまったね。やっちまったね。15アンダー対22アンダーだからね。ランダ戦じゃん。ランダ戦。ランダムマッチ。これが本当のランダムマッチか。やった。過ちに気づいた。
えい、ナイバッチ取れない。オーケー。さすがイバタ。なんでそこにイバッティング。さあ、バッティを変えていきましょう。これはラミレスさんかな。足、おっそっ。ラミちゃん、ゲッツ。よし、足は遅い。いいぞ。よ。まずいね。まずいね。ラミちゃん、ゲッツ。代打の仕事をしましたよ。はっきり言って非常にまずい。はっきり言っちゃうよ。俺球遅くなってきたよ。サバサバ系だから。やばいな。あいや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 。オッケー。オッケー。俺もオッケーだもん。オッケーな。オッケー。これはいける。入ったんちゃう。入ったんちゃう。はあ。なるほどね。2者連続同点のアーチ。こいつは交代だよ。こんなに打たれてるよじゃ。もうダメだよ。浅尾岩瀬がいいピッチャーで、俺が知ってる限り。あ、杉下茂もいいピッチャーだよ。フォークの元祖と呼ばれる男。フォークボール。あれ今の変化球だの。フォークだな。化け物。コントロールのスタミナもすごいじゃん。じゃあこいつにしよう。まあね、よし。見た握力から強くに変化するフォークをとフォークボールの神様と崇められる。へえ、すごいね。よし、が行こう。あー、 B か。えい、ストライク。危なかったね。危なかった。第3球をカーブだ。投げました。やばいやばいやばい。ドロップカーブか。おっそ。D カーブね、D カーブ。投げました。ストライク。オッケー。ギリギリのところに来ました。さあ、貞治を。ちょうど同じぐらいの時代なんじゃないの。投げました。ストライク。すごい落ち幅だな。落ちる。7はすごいな。投げました。オッケー。オッケーなの。オッケーで、ファールだもん。あ、そのほんね。投げました。打ちました。オッケー。これはオッケーじゃない。これはね、オッケーじゃない。分かってても振ってしまう。とりあえずこれ1点差の勝負になれば俺が強い。これはまずい。堀内ありだな。斜め2つやん。頑張れ。堀内行こう。V9 時代のエースだからね。よし。悪道と呼ばれた男だから。はい、行くぜ。ほんとね、世代で言うとね、30年ぐらい違うけどね。おお、世代を超えたバトルってやつじゃん。第9。初球に。まずいよ。初球なくなったよ。第2球。まずいよ。え？第3球を。なーにそれ。そう。途中で真ん中に変えるやつずるくね。あ、ヒロミとちゃい。あ、今のただコントロールが悪いだけ。はい、バッチ。いいね。いいわ、いける、にはいける。なんでいかない？詰めてないからなんだ。にはいける。お、結構持ってんな。じゃあ、強振しちゃうよ。やばいよ。全然違った。第3球は決まった。やばいよ。やばいよ。第4球を投げた。ああ。バッターは6番大島。こっちいちゃうよ。初球がある。プ第9投げた。初球。1球目空振りから第2球投げました。危ない球。危ない。第3球を投げました。選手のスポーツだからね。ベースボール。第4球を投げました。へい、やずいよ。やずい。やずい。これは、うさぎ飛びの効果出てる？出てはいる。出てはいる、確かに。なんだそれ？落ちるねぇ。へい、逆転です。飛べ。あー、逆転でございます。非常にまずい。これをまくっていきましょう。長かった。オッケー。打ちづらい、それ。なしにしようぜ。なしにはしないよ。なしにしよう。ヘイ、センター返し。やばい。オッケー。あー、抜けちゃった。4つまでいける？ 4 つは無理じゃないか。いいか。多分ね。
確かに。白使いてえな。書いたサイズある。朝、R。今日はヒットが3本、第9本。いい球だ。ぶっ壊してやる。いい球だ。ぶっ壊してやる。えい。あるあかん。えい。あ、なんで2に投げた俺。ラッキー。あ、そう。おそう。2に投げる必要なかった。オッケー。えい。ヘイ抜けた。これは抜けるっぺ。4つ、なんで2つ間違えた。いけたな。はい、でしょ。ここで正々堂々と。まずい、間違えた。はい。はい。オーケー。でもね。ナイスピッチならストライクやろ。堀内も。投手が打ったホームランの数でいうとね、3位ぐらいにつけてるんですよ。ああ、1位が神田、2位が桑田、3位が堀内ぐらい。なるほどね。はっきり言ってね。ナイスピー。すげえな。落ちる。えい。これはダメだね。まずいよ。うさぎ飛びの結果出てよかった。なんかないな。あんたもやってたんか。今やってきた。今満塁ホームラン打たれてから。オッケー。危なかったね。ど真ん中だって今。うん。投げました。打ったショート右へのゴロ。いいでしょう。ん？何やってんの？今人いると思ってた。さっきホームラン打たれてんじゃん。そうだそうだ。基本的なことをね忘れてしまうからね。ちょっと待って、オッケー。ああ、無理だ。投球はこれから3球目。オッケー。王さん全然仕事してなくない？してない。いやー、これまずいよ。ピンクのサウスポー。ドゥルル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 。合格打法のみ。私ピンクサウスポー。なるほどね。この辺だけ間違えなければ。危なかったね。ああ、遅い。禁止カード、禁止カード、とチェンジアップ。遅いよ。いいよ。目が垂れてる。なるほどね。おいへい。おいおいおい。すごい嫉妬だったね。コントロール悪いからね。なるほどね。投げた。空振り。追い込んでいます。次は4球目。投げた。打ちました。あ、まあ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 。まあ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 。僕なってきたね。大量になってきたよ。第6球を投げました。もう。コントロール悪いね。精密なコントロールとかはできないから。投げました。なんで真ん中行くんだよ。なんか知らんけど声かけてくれた。お？なんか全体的に能力値が高いとかそんなにいないな。もし谷沢いるじゃん。谷沢健一。SB で。足遅くねみんな。まあまあまあ S があるならね君にしよう。に決めた。よし。ああ、もうしっかり抑えれば俺の勝ちだ。投げました。打ちました。ファール。初球ファールから。投げました。ストライク。コントロール悪いな。キレのある変化球。投げました。目が慣れてきた。ああ、まずは一本。ここはね、ここはね、コツコツ返していかないと。当たってたやん。当たってるよ、っていうか。ああ、もうコントロール悪いな。外れてたよ。カーソルでは。
OK。ごめん、もう二度とダメとかしないって決める。あ、よくないなぁ。アタックポイント。チャンスへ。アタックチャンス。投球これから2球目。ただのカーブ、ボール。第3球を投げた。やっ、よし。死んだ。この辺。オッケー、アタックチャンスを潰した。おお、すげえカーブだな。こうやって見ると。うん、なあ、曲がりに曲がってるで。ぐんぐるんだよ。ぐるんぐるん。こう。あ、俺か。死神のカンマ使わないの。157キロあって今。まあ、浅尾はね、すごいピッチャーだよ。いけた。まあいいでしょう。140、え？いよいよ最終回を迎えました。さっき157って書いてあったよ。書いてあるさ。フォークだ。うん、フェア。これがファールって言われたらちょっとびっくりしたわ。バックリボーイ。スライダー。出すだね、出すだ。これは？これ、まっすぐ。157キロ出てないじゃん。投げれない。投げれない。投げれない。追い込んでから投げました。球種少なくね。三振。球種は大きいでいいってもんじゃないから。まあね。はい。ナイバッチ。これは取れる。走らないよな。まあね。へい。これはまずい。これまずいよ。アタックチャーンス。あ、違う。ディフェンスポイント。チャンスだよ、今。このサイドの。はい、バッチ。それ、絶妙に取れないやつやん。何やか、やってる。15点差。まずいよ。違う、15点差。15点差ではない。えい、ナイバッチ。誰もいないんだよな。届かないんだよな。何やってんの？何やってんの？何やってたの、今。間に合うんちゃう、これ。間に合うやろ。一塁ランナーまで戻ってきちゃったよ。まずいよ。え、あ、俺か。そっか。オーケー、スパン。だ、これは落ちる。これ落ちるの？なになになに、勝手に動いてお前ら。それぐらいさ。いけるで。え、プレイヤブルキャラってどうやって変えるの？プレイヤブルキャラって。ああいう風に3体並んでる時とか。さあ、その方向に追っかけていけばいいよ。なるほどね。あと1点だったのに、コールドゲームまで。危なかった。ああ、進んで進まないね。進まないね。まずいってそれは。落合さん。あんた巨人も古せやろ。アウトにしろ。セーフ。アタックなんでお前ばっかりポイントくるんだよ、ふざけやがって。まずい。これは打ち上げてしまいましたね、はっきり言って。だからなんだ、誰かホームインしてくんね。なんで走らせない？え、ボタン押してるけど。じゃあボタン押さない方がいいのか、これ。バッツでいいんだね。バッツするときは。あ、そうなの？何ですか、思ってたの。落ちた。 B は止まれ。あー、コントロール悪い。おうち。よし、打ち上げた。今度こそは。いや、待って、お前、なんで全員走ってんの、あいつら。死ね。しー。ゲームセット。何、スーパープレイって。え、ホームゲッツ。あ、なるほどね。X って聞いちゃったからには、押したくなっちゃう。やべ、待って、ゲームセットしなかった。B 連打してた。まあいいでしょう。これでもう諦めもつくだろう。さ、いいゲームだった。まあまあファールだからね。危なかったよ。ずっとドロップ投げてよ。
このうち打てるようになるよ。そうだそうだ。さあ次が最後の投球になるか。投げました。打ちました。あーやったね。それは大玉ですね。ふなせー。よっしゃい。あと20勝してこい。もう20勝ね。なんの試合これ。サッカーでもないな。サッカーバレー。バレー15点待って。バレーだってセット制じゃん。うん、そうね。こんなに点差がつくの。でなおかつ50点とかつくないような。なんだ。アメフトとか。オッケー。アメフトは5、60つくで。うん。あ、これは野球じゃなかったんだよ。少なくとも。少なくとも野球ではなかった。キックベースぐらい。あー、いいね。キックベース。GG。いい勝負だった。まあ、でも特訓の成果は出てた。出てた、確かに。うん、急に上手くなってきた。もうちょっとね、ボタンのあれ覚えてればね、こんな結果にならなかったね。あるで。惜しかった。それでは本日の対戦はこの辺で。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしく。それでは、See you!